高浜町中学生海外派遣団の結団式がこのほど高浜町役場で行われました。この日の結団式には高浜中学校と内浦中学校の派遣団員と引率の教諭合わせて13人と関係者が出席しました。はじめに団員一人一人が紹介された後、野瀬町長が今回の経験を生かしてインターナショナルな人になるよう期待していますと激励しました。続いて団員一人一人にミニ親善大使の委嘱状とたすきが手渡されました。ミニ親善大使は現地の人たちに高浜町の魅力を広く PR してもらおうと去年から町が団員たちに委嘱しています。続いて団員を代表して高浜中学校3年の安田康介さんが誓いの言葉を述べました。オーストラリアで過ごす11日間を充実したものにするために一生懸命いくつもの壁を乗り越えてきました。初めての場所で英語付けの生活を送ることに不安もありますが頑張ります。はい、よろしくお願いします。この後団員たちは 3,4 人のグループに分かれて親善大使として現地で行うプレゼンテーションを披露しました。 We came from Takama Town in Japan. We looked forward to seeing you. We will tell you about food and events in Takama Town. この高浜町中学生海外派遣は異文化を体験することで視野を広め、インターナショナルな人材を育成しようと、高浜町が平成10年度から毎年行っています。派遣団の一行は今月30日に高浜町を出発し、来月9日までの11日間、オーストラリアのゴールドコーストでホームステイをしながら、現地の人たちと交流を深め、語学や文化などを学ぶことになっています。文化も全然違ってくると思うので、その違った文化を体験して、肌で体験して、たくさんの自然との生き物たちがいるので、その生き物たちも触れ合っていきたいと思います。文化の違いとか、その言葉の違いとかがあると思うんで、それを乗り越えられるように頑張って学んでいきたいです。そのやっぱ英語を3年間勉強してきたので、それが通じるかどうかみたいなことを学んでいきたいと思います。